よう。出てた。よし。アイスありがとうございます。目はゼロ自分目はゼロ。ギフトありがとうございます。ね、何してんだと思います。思うでしょ。鎖骨ですね。鎖骨をほぐしております。これはね、首をねほぐしております。首のここにね、なんとか筋。そう、近く流して。ほぐす。お腹すいたな今日。なんか起きた瞬間からめっちゃお腹すいてたんだけど、あるよねそういう時って。何食べよう朝ごはん。はよよし、オッケー。乳液で老廃物全部流していきます。ピルすぎた。おはよう。かっこいい、ね、セリフを覚えるってね。
ツイッター荒れてんの？なんでなんで？あれですか、なんか制限回数っていうやつですか？はよ。制限回数、閲覧制限か。あれ結局何なの？全然わかんない。それはさ、なんかなくなんないの？なんか別ミスでしたとか、例えばまあミスでしたとか、まあ、今一時的にちょっとかけてるんですよとかではなく、もう永遠にそれなの？私もともとツイッターしないからさ、そんな、そう、なんかよくわからんのやけど、一時的でしょ？ならいいじゃん、あれなくてみんな治るんでしょ。なんかそれがさ、なんかこれからもうずっと続きますよ、あれでしょ、なんか課金しないとみたいなでしょ。大丈夫だよ、一時的ならさ、ちょっと待とうぜ、そんなね、あれなくていいんだよ。ギフトありがとうございます。で、私はね思っちゃうんですけど、あれね、やっぱり使っ、あんまり使わないからか、これを思うのは。あと私なんか制限かかんない、かかってないですし。いいねで見てか確認してたのにやりづらくなった。そうなんだ。だね、これ普段ね使ってる人からしたら結構やっぱり大変なんだね。私はわかんないな。なんかすごい調べたりとかあんまりしない人なの。なんか、うん、ぴょんさん、尾形言ってた？ぴょんさんね、 SNS まめだからね、あの子ね。うん、おはよう。そっかそっか。うん。でもなんかメンバーの中にも。なんか、え、これは何みたいな言ってる人は見たのでね。え、なんか今ツイッターいろいろあるね。大変だ本当に。なんだっけ、なんか今ふと話す、これ話そうと思ったんだけど普通に忘れた。なんだっけ、思い出せ自分。なんだっけ、忘れたし、いや本当に何も思い出さない。
柔らかいよね。なんかちょっとこの赤みを抑えたいんだけど。まあえっか、前髪で隠れるでしょ。夜の時間ですか。分かり次第連絡しますね。ちょっと毎日そう教えることはちょっとできないかもしれないんですけど、なるべく分かり次第お伝えするようにしますね。なるべく1時間前には頑張るんですけど、はい、まあなんせちょっと不規則なので帰る時間。明日明後日はね多分大丈夫。明日明後日ね夕方までなので、仕事が朝から夕方までなので。そう寝る夕方まで、夕方までじゃなかっただから全然大丈夫かな。そうじゃなくなるとちょっと分かんなくなるので、まあなるべく早くお伝えするようにします。今日からイベント、エンジョイカラオケっていうやつですね。はい、ぜひね皆さん協力してくれると嬉しいです。すごいなんか英語の中もわかんない方、すっごいなんか、うん、なんかちょっとわかんないこと書いてるんですけど、誰か解読できます？ちょっと私には理解が追いついていない。何語ですか？それ本当に英語？アハハハハハハって書いてある気がするんだけど、気のせい。英語ではないよねやっぱり。なんかでもそのまま読んでアハハハハハハハみたいな。嵐ですか？もしそうじゃなかったらごめんなさいだけど、そうだったら、うん、まあ、そう嵐だったらまあ、うん、なんかまあ、うん、あんまり、うん、わかんないので。はい、まあね、そういうね、そういうことやめましょうね、とりあえず。誰も得しない。そんな風に荒らしても、ね、誰も得しないのでね。それで真剣に何かを伝えようとしてくれてたら本当にごめん。そうだったらマジでごめん。そんなね、なんか真剣に書いてくれてるのにそんなこと言ってごめんってなるけど。おはよう。
したら今日はナチュラルメイク、まつげ上げて少しアイライン引いてでいいかな今日は。おはよう。まつげよ上がれ。内容質問を見ていきたい定番とは誰が判断するのでしょうか。いや基本的に多分ね好きな歌でいいと思いますよ。そう多分絶対歌ってねとかだったらリストあると思うし、まあ見る限りないので私が思うとかでいいと思います。海行かないからでも分かんないけど、はよう。なんかめっちゃキラキラついたんだけど、なんで？あれだな、ここについてたな。からな本当に。夏の定番曲か。夏って何聴くんだろうみんな。後で調べよう。そうでもなんか海の家っていうのにちょっと憧れるんだよね私。海の家海で夕日見るとかないです。ないです。どんなところがですか。あ、もてなす側、なんか
お店、まあもちろん行くのもそうだけど、あーでもどっちも、うん、まあまあどっちもだね。なんかうん、働いても見たいし行っても見たい。なんかまあ海水浴とか海行くことがないからさ、まあそうなるとね、海の家というものに行くことも全くないわけで、ね。でもなんか海水浴行きたいなって思うんだけどさ、絶対日焼けするやん。だから前も話してたけどナイトプールがいい。そう、水着着たいんよ一回。今ね可愛い水着いっぱい出てるから、そう買ってね着たいんですよ。うん、よナイス。最近さ、お店行くとさ、水着とか出てるお店も多くてさ、お洋服とか見に行くと一緒にね。そうだから OK。 どんな水行きたいとかあるの？特に？でもなんか露出多すぎるの嫌だかな、嫌だかな、だって嫌だけど、
系かな。ノーズシャドウ、よいしょ、ちょっと待ってね、もうちょっと、おはよう、オッケー、オッケー。髪の毛を直します。今日は下ろします。じゃあね、この時期下ろすともじゃもじゃになるんだけどね、下ろしです今日。今日ね6時まで配信するので55分になったらランキングいきますね。いいろとおり夏歌調べよう今のうち。あれ、コナン君でもあったよね。サムタイムゴー、あなたが恋しい、サムタイムゴー、分かっているのに、で、あったよね。いつかきっと後悔して行ってくるから、でね、わあ、あんまりわかんないな、今調べてるけどあんまりわかんないなあ。生き物係さんの花火とかね、それはわかるわ。倉木麻衣さんか、この歌。あ、これあのタイトル聞いたことあるなはいっぱいあるんだけど、じゃあ歌えるかって言われたら歌えないんだよね。そう、タイトル聞いたことあるだけで。あ、でもこの前歌ってさったさ、家入レオさんの歌とかもそうじゃん。君がくれた夏、この奇跡僕は忘れない、でね。あー、サマータイムレコードとか懐かしい。
はよう。ギフトありがとうございます。でね、何かな、夏歌。打ち上げ花火とかもそうだよね。あまりわかんないけど、ちゃんとは。おはよう。かいう感じだった気がする。高いよね、あの歌。ギフトありがとうございます。マリーゴールドもね、夏歌で出てきたよ。そう、あいみょんさんのマリーゴールド。ギフトありがとうございました。こう、あれもちゃん、君がいた夏は遠い夢の中だっけ。空に消えた打ち上げ花火。ギフト、懐かしいね。私も懐かしい。確かにそのイメージあるかも。よし、オッケさんは。歌によるかな。でも多分知らない曲の方が多い。あの主題歌とかで使われてたら分かるやつはあるけど、そう基本的には分かんないかな。なんだろうな、今ね、私の プレイリストを探っております。
新時代新時代は夏の曲なの？あ、夏の王道、あ、ぶち上げソングっていうこと。なるほどなるほど。あ、いけないだよ。マリーゴールドはやっぱり夏歌に入ってるね。あ、でも新時代やっぱり入ってるわ。新時代が夏歌、サマーソングに入ってる。ピースサイン。え、君の知らない物語。いつも通りのある日のこと、君は突然立ち上がり言っただけ。今夜星を見に行こう。いいじゃん。ね。いや、高根の花子さんもだよ。意外と歌ってますね。まだ同じ歌になるかもしれないけど。美しいヒレもだ。あ、スパイエアーさんのサムライハートも。意外と、意外となんか、うん、じゃあほら、この前歌ってた、あのガーネットクロウさんの夏の幻とかもね、そう、夏って入ってますから。おいいじゃないですか。うん、ね、こんな感じで。ありがとうございます。しけんさん、ありがとうございます。おはよう。季節の歌、夏結構多い気がする。夏歌、私春も多いと思うんだよね。桜とか、桜ひらひら舞い降りて落ちてね。あと卒業シーズンも含め春。ね、桜ってタイトル、森山直太朗さんもあって。桜、桜、今咲き誇るわけ。僕らはきっと待ってる、君とまた会える日々を。桜並木の道の上で手を振り叫ぶよ。だっけ。桜桜今咲き誇る切な。あ、しけんさんありがとうございます。おはよう。刹那に散りゆく定めとしてさらば友よ。またあ
れまたってなかったっけ、急私急に加えちゃった。旅立ちの時変わらないその思いを今あ、ひまわりとかね、確かにひまわり。ないな歌詞なかったな。あれ私なんで急に入れたん、急に歌詞作っちゃったよ自分で。怖っ怖っ。ひまわり、ひまわり歌、ひまわりの約束。あー6年生送る会ありますよね。6年生送る会ありますよね。私もやりました。なんだっけな、私栄光の架け橋、あれ違う、いや合ってんのかな、あれ栄光の架け橋だっけを歌った気がする。うん、行きます、いってらっしゃい。栄光の架け橋へと、俺のところは生き物係にありがとうった、お姉ちゃんの時代がありがとうでした。そう、ありがとうって伝えたくて、そうめっちゃ聞いてたな。そういつも何曲か候補が上がるんですけど、なんかその6年生送る会の月はをやる月はもうなんか今月の歌がそれになるんですよ。ありがとう生き物係のありがとうとか栄光の架け橋、それを5年生が考えるんですよ、話し合って何がいいですか、どれですか、なんかいい歌ありますかみたいな、そうで決めて、今月の歌とは校内放送とかで、あ今月の歌ってなんかそのなんて言うんですか、今月はこれを歌いましょうねっていうありませんでした、私の学校あったんですよ。もう今月の歌って言って毎月その朝とかに歌う曲が変わるんですよ。朝とか音楽の時間に歌う曲が月ごとに変わって、まあ、もちろん校歌もあるんですけどそれと別に、そう今月の歌、で今月の歌が決まったら歌詞を書き出す係の人とかがいて歌ってましたね。何やったかな、カントリーローズとか、カントリーローズこの道ずっと行けばだっけ、あの街に、と何かな、毎朝、いや毎朝ではなかった気もする、あれ違ったっけ、もう覚えてないんだよねあんまり。そう今月の歌何やったかな、
あ、ふるさともあった気がする。で、なんかそのなんていうんですか、旅立ちの日にはそのね、やっぱりその歌う月ね、出ましたね。あ、何歌ってたっけな。そんな、なんかふるさとってあったんだけどな。みんなで歌うの？そうだよ、今月の歌はみんなで歌うよ。え、逆にみんなで歌わなかったら恥ずかしいよ。うさぎお医師のふるさとではないです。え、ふるさと、うん、あった気がする。そう、 誰かだけ歌ってると恥ずかしいじゃないか。あ、でも意外となんか意外となんか知らない曲ばっかり出てくるな。ね、読書ってすごいよね。面白い。心の瞳で懐かしいんだけど、君を見つめればだっけ、だった気がする。ちゃんと全部は知らない。こんなんだった記憶がある。I believe ね。例えば君が傷ついてくじけそうになった時は必ず僕がそばにいて。マイバラード、これ合唱でやってたな。もう歌えないわ。モルダウも懐かしい。合唱コンクールありましたよ。そうあったんですけど、年一で。なんかね、いつもなんていうんですか、合唱コンクールの時、まあなんかリストが上がるんですよ。そのこの曲から決めてくださいね。でか、もしクラスごとで被ったら、まあじゃんけんとか話し合いで決めてね。毎回私のクラス負けてましたからね、そのじゃんけん。そう、第一希望を取ったことがなかった。そう、まあ懐かしい。今月の歌、んー、なんて検索したっけな。今月の歌とかでいろいろ出てきます。でも合唱曲の方が多かったかな。やっぱり今月の歌なんかは学校ごとに全然違いますから。うん、今月の歌ってよりだから合唱曲、合唱コンクールとかで歌うような曲だが私は多かったかな。何歌ってたっけな、忘れるね本当に。
難しい合唱コンクールか。あんまり好きじゃなかったな私、行事としてね。そう、苦手だった。そんな声出したくない人だし、私言われたら出さなきゃと思って出してたけど、そう、あんまり出したくない人だったから。そう、苦手だった。あ、55分ありがとうございます。そう、あとはなんか、なんていうの、なんかね、その、まあ、合唱コンクールなんかさ、大勢の前で、まあ、一クラスが歌うわけじゃない。そう、全校生徒の前で、まあ、一クラス歌う、その空気感がすごい苦手だった。もうどこ見たらいいのかもわかんない。なんか指揮者の方、指揮者もいるけど、そんな指揮者見てないし、切る時だけ見るもん。そうっていう、なんかあんまりだったかな。苦手だった私は。歌うのはね好きだったけど。いや、いいと思いますよ、その自分の出番っていうその気持ち。その気持ち、でも私が多分その気持ちを持った人が近くにいたら、私は多分よし私も頑張ろうってなってた。でも意外とやっぱりなかなかいないんですよ。なかなかいなかったもんだから。そう、あ、見に来るの、あ、これました。はい、まあそんな感じでね、ちょっとランキングの方読みますね。13位メイさん、12位コーヒレンさん、11位エレメンツさん、10位ファイヤーサーフさん、9位ヒロッチさん、8位ケンケンケンさん、7位サルキチさん、6位カボちゃん、5位ユウコさん、4位谷口ルキさん、3位スーさん、2位鉄道のエイトさん。待って、飛ばしてないよね。ちょっとごめん、もう一回初めから読みますね。13位メイさん、12位コーヒレンさん、11位エレメンツさん、10位ファイアサーフさん、9位ヒロッチさん、8位ケンケンケンさん、7位サルキチさん、6位カボちゃん、5位ユウコさん、4位谷口ヒロキさん、3位スーさん、2位鉄道ナイトさん、1位ユウタさんです。ありがとうございます。誰かを飛ばした気がした。本当にごめんなさい、もし飛ばしてた人いたら。さっき、はい、それではね、ギフトいきます。ランタンさん、サルキチさん、カボちゃん、アイスカフェさん、ケンケンケンさん、鉄道のエイトさん、ゆうたさんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。6時になったら配信切りますね、ということで、はい、本日は夜配信をするんですが、まあ、イベントがね、本日から9日までイベント始まりますので、皆さんぜひご協力お願いします。ランキング入れるように頑張りたいと思いますので、ぜひお願いします。夜は、9時とかからの配信になるのかな、9時くらいかなっていう気持ちでいてくれたら。はい、心の瞳で、やばい、頭から離れなくなっちゃった。君を見つめれば、頭から離れないくせにここしか歌えないんだよ。さっき歌ったら頭の中に残っちゃった。まあ、21時前後ちょっとわかんないですけど、はい、わかんないです。くらいからできたらいいなとかいう、まあ私のいいなくらいの気持ちなんで、全然変わる可能性ありますよっていうことを覚えておいてください。はい、ですかね。あ、ショールーム、インスタグラム755、ツイッター、ぜひいいね、コメント、フォローお願いします。その歌気に入ってますね。気に入ってますねっていうか、なんていうんですか、朝頭に残った曲を、そう、なんか頭に残った曲っていうか、朝その頭に残り始めると一日それなんで、私はい、一日そこから消えないんでかな。だ
から今日は一日心の瞳で、あの ずっと頭の中流れてると思います。その2分だけ、心の心の瞳で君を見つめればだけ、ね、多分頭の中にいるんで。はい、まあということでね、本日も配信終わりたいと思います。朝配信は一旦終わりたいと思います。朝早くから見に来てくださってありがとうございました。それではまた夜お会いしましょう。お仕事行く方いってらっしゃい、行ってきます。ありがとう、またね。イベントよろしくお願いします、夜から。